学びの向上クイックリポート。今回は令和元年度埼玉市学習状況調査実施概要をお伝えします。学びの向上クイックリポート、通称学びの QR は学校や家庭において画面にあるような目的でご活用ください。令和元年度の 埼玉市学習状況調査は、令和2年1月9日木曜日に、埼玉市立小中中等教育特別支援学校に通う全ての児童生徒およそ10万人を対象に実施します。埼玉市学習状況調査は、学力に関する調査と生活習慣等に関する調査があります。 画面の表のように学力に関する調査は小学校3年生から中学校3年生まで生活習慣等に関する調査は小学校1年生から中学校3年生までの全ての学年で実施します学力に関する調査の問題は大きく分けて3種類あります基礎問題では 基本的な知識、技能等を中心とした内容を。活用問題では、知識、技能等を実生活の様々な場面で活用する内容を。チャレンジ問題では、課題解決に向けて、思考、判断、表現する力等に関わる内容を出題します。なお、チャレンジ問題は、中学校1、2年生で出題します。 なぜ、埼玉市学習状況調査を実施するのですか皆さんが調査結果をもとに、学力や生活習慣の振り返りを行い、より良い学習習慣や生活習慣の定着を目指すために活用できるものだからです。また、学校の先生方は、皆さんの学力や生活面の成果や課題を把握し、 より良い授業づくりや皆さんの学校生活をより充実させるために活用しています。自分の結果はどのように把握することができるのですか個人表として配布される学力向上ポートフォリオ児童生徒版を活用しましょう。学力向上ポートフォリオ 児童生徒版とはどういうものですか良い質問ですね。次のスライドで説明します。学力向上ポートフォリオ児童生徒版は小学校1、2年生は生活習慣等に関する調査小学校3年生から中学校2年生は学力に関する調査 および生活習慣等に関する調査の自分の結果とともに死の結果も確認することができる個人表です。そして自分の振り返りや今後の頑張りたいことを記入する欄があります。具体的な活用方法は令和2年3月中旬配信予定の埼玉市学習状況調査調査結果の活用の 動画で行いますので、ぜひご覧ください。次に、埼玉市学習状況調査の活用方法について説明します。日頃の頑張りの成果を学習状況調査で発揮し、学力向上ポートフォリオ、児童生徒版でその結果を確認します。そして、大切なのは、 その結果を振り返り、目標を設定し、今後につなげていくことで、頑張りを積み重ねていくことです。画面のようなサイクルを意識し、自分をさらに成長させていきましょう。先生、わからない問題や自信がない問題は、正しい答えが書けるかどうか不安です。 わからない問題や自信がない問題でも最後まで諦めずに挑戦し自分の考えを書いてみることが大切です。自分が書いた回答が残っていればどのような間違い方をしたのか、間違ってしまった原因は何なのかなどを振り返ることができます。さらに振り返ることで次に活かすことができたり、新たな気づきが生まれたりすることがあります。 わからない、自信がないと感じる問題であっても、最後まで諦めずに挑戦し、学びの足跡を残してみましょう。埼玉市教育委員会では、児童生徒の学びをサポートするため、今ご覧いただいている学びの向上クイックリポートの他にも、学校や家庭で活用できる課題克服応援シートなどを提供しています。 埼玉市立教育研究所のウェブページのトップページにある課題克服応援シートのバナーをクリックしてみてください。ページが切り替わったらピンク色の課題克服応援シートをクリックしてください。課題克服応援シートは2つのコースに分かれています。左の課題克服コースには 埼玉市学習状況調査や全国学力学習状況調査において埼玉市の児童生徒にとって継続的に課題になっている問題を含め基礎学力の確実な定着を目指す問題が掲載されています右のチャレンジコースにはさらに力を伸ばしたい場合に活用する問題が掲載されています これで学びの向上クイックリポート令和元年度埼玉市学習状況調査実施概要を終わりにします。次回は埼玉市学習状況調査の実施速報について配信を予定しています。次回もぜひご覧ください。